そろそろ現場だな。国塚は彼女をどう思う？そうですね、配属からこの一月まともな事件がなかったので実力はまだ分かりませんが、少なくともシビラのお墨付きではあります。私立大曹学園の高等教育課程を2年で卒業、研修をすっ飛ばして異例の未成年監視官として配属、エリート中のエリート。足りないのは経験だけだな。そんなに常森監視官のいない捜査が不安ですか？なんでそうなる。あいつは今日非番なんだ。オフの日ぐらいはゆっくりさせてやりたい。だったら任せるしかないでしょ。案外宜野座さん以上の監視官になってくれるかもしれませんよ。皮肉が効いてるな。何この野獣馬、エリアストレス警報が出てるのに自分からサイコパスを悪化させに来るなんて信じらんない。そこどいて、もう邪魔だってば。どきなさい。こちらは公安局刑事課です。現在この場所は安全のため立ち入りを制限しています。刑事課一係監視官下月美香です。通ります。確認しました、下月監視官の立ち入りを許可します。シェパード2よりラボへ、聞こえますか？はいはい、呼ばれたわ。野獣馬全員の色相チェックを、悪化傾向のある人間に片っ端からセラピーを要求してください。野獣馬はこの事件と関係なさそうだけど、随分念入りね。犯罪現場の見学に来るような人間、健全な市民とは言えません。もし潜在犯となる可能性があるなら先に対処しておいた方が効率的です。それに、それに私の現場で潜在犯を出したくありませんから。私の現場、あ、そっか、今日はミカちゃん一人なのね。了解、言う通りにやっておくわ。今日は私一人、先輩はいない。先輩常森茜監視官、まだ一月しか一緒に仕事してないけど、あの人の言動は監視官としてふさわしくないものが多い。刑事の仕事はシビラシステムの目であるドミネーターに従い潜在犯を執行すること。でもあの人はギリギリまで対象にドミネーターを向けず、事件の背景を知りたがる。わけがわかんない。変な性癖でも持ってるの？あんな捜査の仕方は間違ってる。この事件を監視官として正しく解決して、それを証明しなきゃ。私のサイコパスをクリアに保つためにも。繁華街のど真ん中か。しかもスキャナーの目の前、犯行の様子がリアルタイムでモニターされていた。二人とも早くこっちへ。お待たせしました、監視官。早速始めましょう。下月監視官、一人で現場を指揮するのは初めてだろう。判断に困ることがあればこちらでフォローする。その必要はありません。私は新人とはいえ監視官です。状況を判断して執行官に指示を出すのが仕事です。かたくなだな。そもそも監視官として潜在犯である執行官の意見を鵜呑みにすることはできません。宜野座執行官、あなたも元監視官ならわかるんじゃないですか。高い犯罪係数を持つ人格破綻者の意見などまともに聞いていられないと。判断の参考にはさせてもらいます。潜在犯だからこそ犯罪の根源に迫れると導入されたシステムですから。だから余計な心配をせず捜査に専念してください。了解した。対象のデータには目を通していると思いますが、念のため口頭でも。対象の名前は八馬彩音、18歳の学生。通行中の男性の背中をハサミで切りつけ逃走。確かめるまでもなく執行対象です。通り魔事件。該当スキャナーには急激な色相の変化が記録されていました。著しい判断力の低下と高い攻撃性が予想されます。スキャナのログトレースは途中でロスト。死角にでも隠れたんでしょう。早急に身柄を押さえ執行しなければなりません。そ
それまではクリアカラーをずっと維持していたのに唐突に濁ってる。単純な色素悪化じゃないのかも。ああ、ここで何かあった可能性が高い。しかしカメラの映像では特に変わった点が見られなかった。悪化理由が気になるな。悪化理由よりも優先すべきものがあるんじゃないですか。発作的な犯行ではなく動機があったのかもしれないだろう。人間を切りつけるほどの殺意に計画性があったのならとっくに色素の悪化を検知されていたはずです。無差別な犯行と断定するのか。状況を見ればそうとしか考えられません。それよりも重視すべきは凶器を持ったままの犯人がどこかに隠れているという事実です。理にかなった分析だな。だが決めつけて捜査を行うとどこで足をすくわれるかわからないぞ。これだから執行官は。いいですか、二次被害から市民を守るためには即時的な判断。ここまでにしましょう。二人とも口論なんてしてる余裕はないでしょ。そうですね、国塚さん。ギノザ執行官、反論は後で聞きます。こちらも賛成だ。もちろん被害は食い止める必要がある。対象を見失っていますが、どうやって追跡を。現在ドローンの台数を増やして半径1キロ圏内でローラーをかけてます。フェイスレコグニションの優先手配もしてますから、追い立てられて出てくるのも時間の問題でしょう。その間私たちは、国塚さんは私と一緒に本件に関する情報の精査を、ギノザ執行官は消失地点を中心に対象の行方について聞き込みをお願いします。街頭での捜査は一般人のサイコパスに影響がないようコミッサのフォローを忘れずに。許せない、あいつら絶対に。私行かなきゃ。失礼します。お、コミッサだ。何これ、職質。サイコパス色相が濁ってると連行されちゃうやつ。え、俺今朝はクリアカラーだったけど。あ、そうじゃなくてですね、こちらの女性を探しているのですが、今日この辺りで見かけませんでしたか。あ、かわいいけど見覚えはないな。お前は見てないと思う。そうですか、ご協力ありがとうございました。通行人に闇雲に声をかけても拉致が開かないな。こちらハウンド1、どうした。定時連絡がなかったので監視官に代わって確認を。もうそんな時間か。彼女はどうしてる。シオンとドローンの重複捜索範囲を検討してます。対象、監視官の予想に反して冷静のようですね。現在全体の 70% ほどが捜索済みとなってますが、未だ動きなしです。強い意志を感じるな。やはり動機なき犯罪者とは思えない。そちらの状況は。収穫なしだ。スキャナーを目視できる店の店員は早々に全滅。通行人は学校帰りの学生が多くて見込みは薄そうだ。若い世代は他人への興味が薄いですからね。この状況下での聞き込みは俺への嫌がらせなんじゃないかと邪推したくなる。聞き込みは現場百遍、すぐに成果が上がるものじゃない。昔正岡さんが言ってました。親父が。仮に嫌がらせだとしても、こういった古典的な捜査を拒否する監視官よりはマシです。結果が出る可能性がありますから。厳しいな。これ式で弱音を吐くからですよ。続けていれば何か有力な情報が飛び込んでくるかもしれません。根気よくやりましょう。だな。愚痴ってすまない。捜査を続行する。現場百遍か。こんなじゃ親父に笑われるな。ドローンによる捜索率 85% を超えました。想像以上にしぶといけど、逃げ場がなくなれば出てこざるを得ない。そろそろ。こちらシェパード2、ハウンド1、対象の行方について情報が。いや、残念ながら行方については有益な情報を得ていない。でも別の成果は上がったようですね。ああ、猶予はさらになくなったかもしれんがな。どういうこと。聞き込み中、対象の同級生にあたって話を聞くことができた。その証言によると、彼女は3ヶ月前から記憶障害を発症している。記憶障害？
そんな症状があってなんで通院履歴がないわけ？対象には仲の良かった姉がいた。データでは3ヶ月前に死亡となってますね。そうだ。そして最愛の姉を亡くしたショックで姉に関する一切を忘れてしまったらしい。その同級生は対象の母親から忘れていた方が幸せだから黙っていてほしいと頼まれたそうだ。おそらく病院にも行かせなかったんだろう。でもだから何？話が見えないんですけど。3ヶ月前市外全域で大きな事件が起きているだろう。ヘルメットボード、彼女は一連の牧島事件の被害者。牧島。被害者の男は暴動後頻繁にセラピーに通っている。空の森にカメラのログをあさらせたところ、ヘルメット男たちを襲うボートの一員だったことが確認された。複数人で対象の姉に襲いかかる瞬間も確認されている。ちょっと簡単に言うけど、アーカイブの掘り起こしって大変なのよ。木野沢君も人使いが荒くなったわね。さすが情報分析の女神様だな。そんな二人が偶然街で出会った。被害者を見て記憶が戻った少女は一気に色相が悪化し犯行に及んだ。おそらく。じゃあ対象は被害者と共に姉を殺した復讐相手を探してる。ここからは同じ同級生の証言から導き出した憶測だ。対象は姉とのデートをよく自慢していたそうだ。一緒によく行く公園は特別な場所だと。姉を手にかけた男は殺しきれず、他の復讐相手の居場所もわからない。さらには厳重な街頭監視と公安局の包囲網で逃げ切ることもできない。そんな状況でも果たしたい目的。ああ、対象は姉との思い出の場所で果てるつもりだろう。公衆の面前で自殺されたらサイコハザードが起こりかねない。監視官、対象が目指しているのは犯行現場から近い4つの公園のどれかだ。すぐに網を張った方がいい。監視官、もうちょっとでいぶり出せそうなのに、それを打ち切って網を張り直せってこと？表に出てくるときは覚悟を決めたときだ。それじゃあもう遅いかもしれん。明確な証拠もないのに憶測だけじゃ行動はできません。ドローンの捜索結果を待って。対象と思われる少女をドローンが捉えたわ。犯行現場から早稲田方面に600メートル。来たけど、ギノザ君の推理が当たってるかも。その先に公園がある。情報送ったわ。都立富山公園。逃げるためならもっと近い場所に廃棄区画がある。やはり動揺してる場合じゃない。動くぞ下月監視官。分かってます。空の森分析官、対象が公園に入ったら周囲をドローンで封鎖してください。刺激して早まったら面倒です。あくまで気取られないように。ギノザ執行官はすぐに合流を。現場に急行します。お姉ちゃん、もうすぐだよ。対象が公園に入って4分。目的地は公園中央の箱根山展望テラスで間違いありません。まもなく到着するでしょう。急がないと。打ち合わせ通り、執行官はすぐに対象を追って、私はドローンで月山を包囲してから向かいます。くれぐれもサイコハザードが起きないよう注意して。了解。了解です。着いた。新宿のビルが見えるテラス。お姉ちゃんが大好きだった場所。よくここでおしゃべりしたよね。お姉ちゃんいつも食べ物の話ばっかりで、聞いてるとお腹鳴っちゃうの。本当に困ったんだから。また二人でいっぱいおしゃべりしようね。こちらは管理事務局です。エリアストレス上昇警報が発表されました。
園内の皆さんは速やかに退去してください。繰り返しお伝えします。これからいい景色になる時間なのに。そう曇らせたくないし。間に合ったようだな。八馬彩音さんですね。公安局刑事課です。もう逃げたりしません。安心してください。知っている。ここが君と姉さんの思い出の場所なんだろう。よくご存知ですね。さっきの警報、ここにいた人たちを避難させるためのものですよね。だったら私、刑事さんにお礼を言うべきかも。最後にこの場所を独り占めできた。君を死なせるわけにはいかない。もう放っておいてください。お姉ちゃんがいないのに生きてる意味なんてないんです。ダメだ。君は人に傷を負わせた。法の裁きを受ける必要がある。じゃあ、あいつらはどうなんですか。あいつの顔見て何もかも思い出したんです。あのヘルメット騒ぎの時、男たちがお姉ちゃんを寄ってたかって殴ってた。お姉ちゃんはヘルメットなんて持っていなかったのに。ただ道を歩いてただけなのに、それをあいつら勘違いして、あいつとどめを刺したのは自分じゃないって言い張ってました。だから色相が濁っただけで今まで普通に生活してたって。なんで裁かれないんですか。なんで裁いてくれないんですか。そんなの許せるはずない。だから持っていたハサミで襲ったのね。でもこの社会は私が裁くことを許してくれませんでした。お姉ちゃんもいない。復讐も果たせないなら、私はこんな社会で生きていたくない。よく考えるんだ。家族が死んで喜ぶ人間なんていない。君の好きだった姉さんは君の死を望んでいるか。それは。俺は親父を殺された。サイコパスも悪化した。おかげで執行官だ。でも親父の意志を継ごうと思ってこの仕事をやっている。まだまだ一人前とは言えないかもしれないが、少なくとも親父を悲しませるような真似はしたくない。お姉ちゃん。八馬彩音、君の中の姉さんは今も笑顔か。笑ってほしい、お姉ちゃん。何をこんなに時間がかかっているのかと思えば、彼女から自殺の意思は消えていた。ギノザ執行官、私は一般人の退去が完了したら執行するようにと命じたはずです。シビラは彼女を社会に不要と判断した。なのにドミネーターも向けず説得なんて。あなたの行動きちんと報告させてもらいます。それから今日の事件、対象はドローンに追い立てられて姿を現した。あなたが現場にもたらした情報は捜査を混乱させたに過ぎません。やっぱり執行官の意見は参考以上にはならないことがよくわかりました。潜在犯を憎み、シビラの判定を何よりも優先させる。模範的な監視官ですね。昔の俺なんかよりよっぽど上出来だな。こんな事件は起きちゃいけない。犯罪は未然に防がなきゃいけない。それがシビラシステムの意義、この社会の追い求めるべき正義だから、どんな理由があったとしても潜在犯は許さない。速やかな対処をためらわない。潜在犯がいなければ犯罪は起きないんだから。